皆さんこんにちは、淡井圭介です。こちらは私からの謝罪ということで、YouTube にアップロードさせていただきます。日付ですが、2022年の、10月20日です。この件につきましてはですね、日本はトマホークを持つかどうかの話で、多種多様ないろいろな報道番組や政治経済を扱って議論するような番組を見ていたときに、あんまり話詰めすぎるとやっぱりトマホークいるんじゃないかと私の方が、錯覚してしまいまして、本当は国連条項で、何回も言いますけども、国連加盟国はお互い軍事同盟状態だと、その1条があればもう世界中で戦争なんかなくなるし、余分にエネルギーや、金属を使用することないんですよね。で、私の方も政府の方に提案してしまった方です。一概に日本の政府のせいだけじゃないんですよね。それね、難しいんですよ。その北朝鮮がそのミサイルの実験で日本列島をまたいだりしてたでしょ。で、もしもで落ちてきたらどうするのとかも、その辺とかもあるし、これ北朝鮮のその基地を攻撃するとかそういうことじゃなくて、技術的なところでね、そのどこまで迎撃できるのかとか、結局そのトマホークの技術がなかったら狙えないのだとか、僕もそこら辺はもう専門家じゃないから、そんなもう科学のもう最先端のところなんか僕も分かんないです。だから他の国も持ってるものだし、正直自分たち扱ったら技術分かるし、もっと置いた方がいいんじゃないかなぐらいのところからだったんですよね。で、ところがそれが、ちょっとね、ごめんなさい、申し訳ないですけど、その北朝鮮の方もミサイル実験もやめてほしいですし、日本も昔のニュース流すのやめてください。それフェイクニュースですから、本当にしちゃならないんです。犯罪行為ですよ、本当は。で、以前から、昔のニュースを流してることは気づきました。ニュースを見てるときは、そこまですぐには瞬間的に思い出すことできませんから、あれ、このニュース以前も見たことあるなっていうのは気づいています。報道関係、しっかりしてください。私はそんなこと望んでいません。で、私もテレビ局とか行って、そんなに政府は嘘使ってるんだったらとか、テレビ局が嘘使ってるんだったらっていうことでもう投げやりになってしまって、もう戦争の嘘のニュースでも流しといたらええんちゃうかってもう気軽に言っちゃってしまったこともあるんですよね。世界中の皆さん申し訳ないです。僕もあんまりひどい目にあったら投げ出すような言葉をもう家の中ですから、で、それぐらいのことを言ってしまいますよ。で、そんなところにつけ込んで変なニュース放送してるテレビ局は異常だし、そんなことして自分のお金稼ぎに利用しようっていうその浅ましさ、それどうにかしてください。これは淡井圭介の謝罪でもあり、お互いに注意すべきことでもあって、ついでに、10月20日ですけども、勤務してるベルシステムさんと今日の朝、2022年、10月20日どんな受け答えがあったかと言いますと、お話ししてた内容で、大丸さん、フルネームじゃないし、本当はある程度の名前は出さなきゃなんないんだと思うんですけども、個人情報法はそんな法律じゃないですよ。ある程度の内容を開示しなかったら、国のお金が入ってるとこは公文書公開で、どういう人が働いてるかとかもう開示できますから、その辺法律勘違いしないでください。ベルシスさんで働かせていただいて、人材派遣会社からですが、人材派遣会社の方にクレームとして上がってきました。私の方で言ったのは、扇風機、大きな扇風機を意味もなくずっと回してるんですよ。ベルシステムという会社の中で。1000人規模の雇用の3打点ということらしいんですけども、エネルギーがもったいない。石油の残存量とか正社員になるんだったら、まず世界の石油の残存量と、金属の残存量、今地下何メートルまで掘ってるのか、で1年間の間に世界中で、地下の空洞がどれぐらいできてるか、あと地震の発生の仕方については私はホームページに書いてます。97番、淡井圭介の履歴というホームページがありますから、見てください。自分で勉強してください。家帰ってから1時間、2時間勉強するものが正社員としての務めです。残念ながら書類に関しても、なぜ、
写しに関してペンじゃなきゃならないのか、なぜ、海外は印鑑をやめたのかのところがよくご存知じゃないようです。ベルシステムさんのそこで働いている正社員の方たち全員がみんな書類のこと分かってません。パスワードのことに関しても私が自宅に持ち帰って私は開示してません。朝礼でも言ってたでしょっていう叱られ方をしたんですけども、その叱り方も間違えてます。SNS とかでその会社のパスワードとかを公開しない限りセーフです。その辺のところ法律、そんなに自分たちの方が間違ってないというんだったら裁判所に提訴してみなさい。で、私の方は受けますから、それ。で、裁判所でその内容全部開示します。で、ペンにしなかったら写しで下の欄のと、下のもう一枚の用紙も印鑑が必要だっていうことを、書類というものがどういうものなのかっていうことを正社員の方がほぼ全員分かってない。これがサンダー支店の東証一部上場のベルシステムさんの、状況でした。で、この件について、私が善意を持って以前親会社である伊藤忠商事さんに関して、まあ経団連等々を通してですけども、まあタイの方の一番大きな会社、CP さん、一番大きな財閥です。そちらと組んで中国の方進出しませんかと。まあ、その頃は、中国と日本、テレビのニュースでも仲の悪いニュースばっかり放送していて、危機感を持ってたんですよね。だから民間同士で、仲良くなれる部分を作っておかなかったら、世界中大変なことになりますから、もう、ウクライナとロシアの戦争を見てたり、シリアの戦争もそうですけども、結局国連がほったらかしにしてしまうと、もう、止まんないでしょ、戦争が。もうこれが現実ですし、今まで、これ以前の戦争じゃないかなっていうニュースも正直見受けられます。で、テレビで嘘を放送しないでください。話ややこしくなりますから。これしっかりしてください。で、ご自分たちで、そのベルシステムさんの研修の時に SNS で上げたらっていうことをご自分たちで言ってるのにそういった内容になってる。で、その大丸さんとお話ししたんですが、私は人材派遣会社の担当の方から叱られてしまいました。そういう話があるんだったら私の方にまず言ってほしいと。小川さん、ごめんなさい、ちょっと名前言ってしまいましたけど、その方が話聞くからということでお互い座って話したんです。小川さんが話聞くと言ったんで、そこで僕のせいにされても困るんです。で、親会社に言うと言って脅してきたということで、人材派遣会社の担当の方は聞いています。もう話の仕方がめちゃくちゃですよ。もう嘘をついちゃダメです。そちらが、詐欺行為です。それは嘘をついたら詐欺なんです。そのことをご理解してください。で、それについては謝罪をしなきゃなんない。あなたたちがそうしなかったら会社は解散で、改善できない。で、本当に、今、政府通して、世界中でこれ、現場にメモ帳を持ってきてはならないっていう教育をされてるんですよ、ベルシステムさん。で、それプラス、会社内に、誰が係長で、誰が課長で、誰が部長かの表も出してない。こんな会社知りませんよ。普通書いてるものですか、表貼り付けて。誰が責任者かって、それ責任逃れするための方法で用いているところもありますから、そういうところは改善させてもらいます。これは民間人からでもできます。勘違いしないでください。会社だから偉いっていう感覚をまず捨ててください。ルールは法律です。これ守んなかったらもう世界中めちゃくちゃなってます。お互い、私もそうですけども、至らない分あるかと思います。会社がそういう風なルールを作ったのも外部に情報が漏れないためであることは私も自覚してます。で、現場の実態っていうのを私が見て政府の方に上げてます。仕事がないと。実働8時間のお仕事をいただいてますけども、パソコンの打ち込み等は実働3時間ぐらいしかないと。で、やっぱり消費税上がったら問題になりますから、もう政府の方もあんまりそういったところに仕事回さないようにというようなところで、まあ雇用情勢ですね。そういった形で動くしかないと。で、私も身引きます。10月いっぱいでもう仕事ないって言われてます。ベルシステムさんから。だからせめて私は良かれと思って、石油の残存量の問題に関しては全国民の責任があるからです。大人になってそれ知らないと通用しないんですよ。電車があるのになぜ車を購入しましたかっていう話になるんですよ。歩いて行ける距離だったんじゃないんですかって。それ守んなかったら、石油なくなったら90億人餓死しますよ。2060年の国連予想ですけども、人口、
2060年世界で100億人に達すると、そういう予測のデータが出ています。これは発展途上国の多くに国多くの国ではほとんどが少子化しています。ですけども発展途上国は人口伸びてきています。これはもともと日本でも起きていた現象ですし、他国でも同じような現象が起きていて、でこの IT 化は本当に正しいかどうかのところでもうそろそろ結論を出すしかない。もう IT 化が進みすぎてもあんまり良くない。あの電波についても私がホームページに掲載してます。何が問題なのかと、あの旧三大財閥についても本当は富士通さんですよ。富士重工とか富士フイルム、富士薬品で、その薬品会社も問題あるんじゃないですか。精神病院に対して薬品作ってたんじゃないんですか。そしたら、私が、ホームページ等で上げてる内容、YouTube で、話してる内容しっかりと傾聴してください。何が問題あるか摘発ものですよ。で、今回のコロナウイルスの件に関しても警視庁が動いて、コロナウイルスに対して効くものがあるということで販売したクリニックを摘発されています。刑事事件化しています。これが現実です。法律をあんまり知らない人、あの正社員の人たちはとにかくまず自分で六法全書や都政六法を購入して法律を覚えてください。そして消費税という概念はみんなが消費をたくさんするから消費税が上がっていくという一面もあるんです。経済的な部分だけじゃないんです。個人の金融資産は現在日本は2000兆円まで達しました。デフォルトの心配は当分ありません。この差がだいぶ縮まってきたらまあ問題はあるかと思いますけども、今のところ約日本の、借金は1200兆円です。ですからまあ約800兆円分ぐらいの差がありますから当分デフォルトはない。ただ日本は超高齢化社会に突入します。今神戸市の人口、150数万人ですけども、そのうち44万人の方が65歳以上です。やっぱり阪神淡路大震災ああいったことがあったから結婚状態が難しくなっています。私もボーナスや住居手当がもらえない仕事をしていましたので、やっぱり結婚をする頃、若い頃躊躇する部分ありました、告白してくれる人とかはいたんですけども、そういった形には、至りませんでした。恋人としてのお付き合いも、まずありません、それは私の人生でした。でやっぱり長時間労働で何とかするしかなかったりだとか、で厚生年金もしっかり入れてもらえてなかったりだとか、だからそういったところで安倍政権の時に雇用保険の形をすぐに加入するようにと。でもうすぐ2年以内に政府発表ですけども、マイナンバーカードも免許証と一体化すると、こういったことが発表されています。これは効率化の部分です。他にしなきゃならないことはたくさんあります。河川水門開閉式ダム発電や太陽光パネルを敷き詰めたり、これは日本だけじゃなくて世界中がもうできる限りのことを一斉にしなかったらもうエネルギー足らなくなったら本当に死にますよ。物流全部止まりますから、今更馬で物運べませんよ。食べ物、食料、もうそれぐらいの常識皆さんわきまえてください。一般人の方全員、これが20歳以降の人間の絶対に必要な知識です。その20歳以降の人間が子供に教えていくしかないんです。これぐらい現代社会は難しくなってます。パスワードだらけの世の中が正しいとは私には到底思えない。人間のすることは余計に増えているような気がします。 IT 化社会、それと電波で脳へのアクセスですよ。だから家の中を監視するんじゃなくて、淡井圭介を守るんだったら廊下、ベランダ等、その周りから声をかけてくる人間、そういった人間を監視してください。私を監視するんじゃなくて逆です。私を監視しても良いことなんか何にもないです。余計に物事がややこしくなっています。以上です。世界中の政府の皆さん、行政の皆さん、経団連、経済理事会の国連経済理事会の方々、ご対応のほどよろしくお願いします。ここは人類の正念場だと考えてますので、ご協力のほどよろしくお願いします。すいません、北朝鮮、中国の皆さん仲良くしましょう。本当に仲がいいが一番いいですよ。本当にもともと日本も本当は平成11年か10年ぐらいに現行法規、いや現代日本法規で載ってます。六法全書には載ってないですけども、朝鮮半島の方たちに軽水炉、つまり原発ですね、技術提供するという内容の法律が本当は出来上がってるんですよ。だけどもまあいろいろややこしい外交関係とかそういった部分があって結局それができないで、もう残念ながらこれ最終結果ですけども、原発作ったところでウラン鉱の埋蔵量が5万トンしか今のところ確認できてません。で世界中で今多くの国が原発を使用してますから、原発作ったところでそれを燃やす、稼働させるウラン鉱がなかったらお話にならない。もう北朝鮮にとって大赤字になってしまいますので、もうそういうレベルの話じゃなくなってるんですよね、現実は。
以上です。解決する分は私のホームページ淡井圭介の履歴の58番に解決方法は記載してますので、また違う欄とかいろいろ見てもらわなきゃならなくなってくる分はあるかと思いますので、私は、最後まで諦めない方です。頑張ってます。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。本日も、ご清聴のほど、ありがとうございました。ベルシステムさんの方もご自分の会社悪いところしっかりと改善しましょう。部下や他の、人材派遣会社の人間から適切なアドバイスがあった場合、きっちりと受け止めてください。これが大人としての正社員としての務めです。それができないんだったら正社員降りてください。そうじゃなかったら良い世の中なんかできません。で、残念ながら、その小川さんという方は髪の毛染めてた方でしょう。河川法の違反です。もともと阪神タイガースが優勝した時の1985年の VTR を見てください。甲子園に来てるお客さん、髪の毛染めてる人ほとんどいませんよ。自分で髪の毛を染めるときに気づいたはずですよ。こんなもの河川に流したら海が大変なことになるんじゃないかと。お魚が汚染されてしまいますよ。その魚を人間は食べていかなきゃならないんですよ。学校教育で何を学びました？水俣病とか学んだでしょ？痛い病とか。魚が変形してたでしょ。そういうことを学校で習って義務教育を受けたのにそれが活かせてないお話になりません。正社員になったんだから最後まで頑張ってください。以上です。私は小川さんの解雇なんか望んでません。あと刑事事件とかも望んでません。そういうことです。改善です。その辺のところは笑顔で、上層部に伝えるときもしっかりとした内容を伝えてください。それが正社員の人の務めです。よろしくお願いします。政府の方にも本日の件伝えさせていただきます。経団連等にも、伊藤忠商事さんにも。そうじゃなかったら、あなたたちの伝え方が間違ってるからです。あと、電波を信用しないで、ホームページ、淡井圭介の履歴に書いていることが本当ですから、まずそれを覚えること。そうじゃなかったら、淡井圭介の件に関わらないでください。結婚話の件です。以上です。テレビ局の人間と合わないに関しても、あなたたちが関わってこれるような話じゃないんです。挑発行為になりますから。以上です。